1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。スローゼ1コース3コース少し覗いたスタートになりました。この形であるならば伸び返す1番の堀之内先に回る。ただちょっと旋回半径が大きい。差し場到来2番の落合直子ズバッと刺す。差し切る。しかし1番堀之内食い下がる。スタートは前提正常でした。アウトコース1番堀之内インコース2番の落合にさらに5番の川野まで加わる。最後の順位は波乱なのか。2マークの旋回トップで戻る2番の落合前が塞がる。1番の堀之内ピンチか。しかしなんとか刺してさばいて2番手には上がる。いやもうちょっとプロペラだけですね。もう今節ずっとプロペラだけやってて、はい、はい、うん、で刺していく足は十分、はい、この船足どうしましょうね。明日に向けてはいやもうちょっと直線はもう一節通してちょっと分が悪いので、うんうん、ちょっと明日、はい、まあ、堀之内さん隣だと思うので。そうですね、耐えれるか、はい、耐えれないかの感じだと思います。はい、はい、あのせっかく乗れたので、あの優勝目指して明日も調整して臨みたいと思います。応援よろしくお願いします。